得体の知れない不吉な塊が私の心を始終押さえつけていた。そうそうと言おうか、剣をと酒を飲んだ後に二日酔いがある。酒を毎日飲んでいると二日酔いに相当した時期がやってくる。それが来たのだ。梶本次郎の、はい、レモンです。レモン、レモンじゃなくてレモン、はい、レモンじゃないですか。レモンか、レモン、レモン。でもこの人京都の人だからレモンかもしれないです。京都なんですね、はい。愛文庫朗読ポッド、予告編、予告編その3ということで、予告編にその3まであるんですか。すごいですね。なかなか本編が始まらないというね。ずっと予告編でいくっていう手もありますね。あのね、これ YouTube で配信するんですけど、はい、チャンネルが変わるんです。どういう意味ですか。これ今これ配信しているチャンネルではなくて、うん、こちらのチャンネルに変わります。ああ、すいません、言ってくださいってテロップが出る。そう、ここに出てますからね、はい、今こちらの方でアクセスしてる。でこの瞬間今ポチッと押さえて、もうこの後誰も聞いてないって、そういうことじゃない。いやいやいや、そうですよ、はい。でこれ今これそっち行くと今同じものが配信されてるので、あ、でどこへ行っても、うん、同じ。そう、でもそっちで今度新しいやつが始まるので、本編が、そう、本編もうすぐ始まる。なるほど。一応いろいろ事情があってね、はい、これは、はいはい、よく分かってませんが、はい、そうなんですね。さぞや楽しいんでしょうね、本編は。そうです、はい。一応女朗読の何をするんですか。朗読のね、はい、まあ、いろんな情報を発信していこうかなと。ライブ情報とか、 あるいはライブ その映像とか、ここで収録したものとか、あるいはオーディオブックいっぱい作ってあるんですけど、そのオーディオブックをこう流したりね。なるほど。現代朗読協会の、つまり宣伝ということですか。現代朗読協会は愛文庫が協賛している NPO 法人ですけ なるほど。その現代朗読協会の宣伝もしますし、愛文庫の宣伝もします。なるほど。そういう福鈴子さんは現代朗読協会の会員ということで、はい、はい、かれこれ4年ぐらいになりますか。もっとですか。なもっと誰じゃないの。もっとありますか。はい、豪徳寺にいた時代だからね。そうです、そうです、うん、はい、地下室にスタジオがあったんですよ、豪徳寺の。暗かったですね。暗かったね、あそこ来たね。光が注がず真っ暗の中でね、いろいろやってましたけど、うん、はい、今はこの古民家で光浴びる、ね、いいですね、明るいところで本当に自然を感じながらね。最近なんか予定ないですか。何ですか。なんかやるとかやらないとか。もう日夜現代朗読協会のことを考えているんですよ。マダモーニョンってどうなったの。マダモーニョン ありますよ。あるの。マダモーニョンは永久不滅ですよ。永久不滅。一人ね、大阪に引っ越しちゃったからね。大阪公演を予定しております。来年ぐらい大阪でやるんだ、やっぱり。はい、本当いいね、それ。いいでしょ、来てくださいね。春さん、春敦子さんと大阪に、はい、旦那の仕事の、あ、そうそうそう、もともと向こうですからね。もともと大阪の人で、旦那さんのお仕事の都合でこっちに来ていた。そう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 、仮の宿だったんですけど、でなかなか大阪に戻れないから、もういいや、こっちで骨をうずめるつもりで頑張ろうって言ってた矢先に決まっちゃった、ね、そうなんですよ。本当にマダムオニオンもこれからだったんですけどね。マダムオニオンってあとカラちゃんか。あ、そうです、カラヒズルです、はい。カラヒズルが出るライブが今度27日、はい、はい、もう彼女はもうガンガンやってますし、うん、そういう意味では春敦子さんも大阪の方できっとガンガンとやる予定です。やるでしょうね。やるでしょう、あの人のことですから。はい、やかましいぐらいやるんじゃないですか。そうですね、これ配信されますね。なかなか言葉を選びます。ズズコさんもね、一、はい、人でちょっとやってみたらどうですか。そうですね、私には専属の小屋があるので。あの三軒茶屋の、はい、三軒茶屋で、ね、羊男がやってるやつですか。あ、そうです、そうです、羊を焼いてる男のところで
ヨーヨーという、ね、はい、羊羊とか言ってヨーヨー、はい、くどいじゃないかという。そうそうそう、あのただでも漏れなく太鼓がついてくるっていう難があるんですよね。いいじゃないですか。どうしましょうね。忙しい時に呼んじゃえばいい。ああそう。親父が。ああ親父。太鼓叩く暇もない。あでもあのさすがにお客が入ってる時は呼ばせてもらえないので、あの定休日の時だけお前にさすっと言うこと。あ貸してもらうの？あ貸してもらうんでしょ。お金払うんでしょ。箱代。マジっすか。電気代っていうか払うんですよ。当然です。お財布一緒でしょ。いやお財布別々です別々ですだってほらちゃんと会社だしあっちは、ね、あそうなの、うん、会社があるでしょ、あの経営している会社が。マジですか。ああの社長はあの店主ですけど。ヨーヨー株式会社みたいな。いやいやジャコって言うんですけど。ジャコジャコパストリアスさんって。すいません、もう大好きなんです。いや私も好きですけど。あの人もだね、好きなんです。旦那があの羊男がね、羊男がジャコって言うんですけど。あそうなんだ。もうにあのそう二三十年やってるんじゃないですか、ジャコっていう会社を。あそんな古いんだ。はい。じゃあジャコが生きてた時からやってるの。じゃあ生きてた時はやってないけど、うんうん、あの亡くなってから一回、まあでもなんか公演を見に行って、うん、本当にあの感動したらしいです。する、私も見に行ったもんね、うん、なんかジャコパストリアスってあの皇居のお堀で泳いだっていう伝説があるらしいですね、うん、日本に来た時。あなんかそれ聞いたことある。飛び込んだって。はい、そういう、まあ、気が狂ってんすね。いや、まあ、うちの夫があの最後お堀に飛び込まなきゃいいなと思ってますけどね。私若い頃ですけどジャコパスのライブ見に行って、でその勢いで頭低圧したことある。えなんで。いやかっこいいなと思って。えその時ジャコパス、ジャコパスすごいツルツルにしてたんですよ。ああ見たことがある。帽子かぶってたけどね、はいはい、まあ、そういうことをやったことあります。まあ同い年だし旦那とね、はい、羊男とね。いや全然ゲロケと関係ない話。まあやりましょう、また、はい、やってください。あ、その、ありがとうございます。羊、いや、ヨーヨーで。ヨーヨーでね、うん、はい、あそこも本当にあの、そんなにたくさんお客さんが入れない代わりに10人も入れる。10人がマックス。それで、まああの補助席入れれば15人ぐらい。いやいやいや、あれきついわ、補助席。10人にしておきましょう、まあ、あの距離感がなんかまあいい感じ なんですよ、ね、いい感じっていうかカウンターのこっちとこっちだから、ね、そうそうそう、もうほとんど贅沢でしょ、うん、ね、読み手もあなたのために読みますみたいな。あそうそうそう、もう心を解けますみたいな。ちょっと、ね、ちょっと面白い空間ではありますよ。そうそうそう、そうなんですよ。なのであれはまあ独特で、なぜだか知らないけどあのカウンターの真ん中にあのピンスポーがあるっていう。仕掛けたの。いやあるんですよ、もともとある。もともとなぜだか。でその明かり拾って読むんだ。そうですそうです。そうそうそう、不思議な、面白いな、不思議な人ですから。あのやるとき教えてください。 ありがとうございます。あの私三軒茶屋というとヨーヨーもそうですけど、近くにあのカフェお花、お花ね、はい、あそこで ね、 ね、共感的コミュニケーションの勉強会の、はい、2ヶ月に1回ぐらいやってる、はいはい、うん、そこでもライブやります。なるほど。ミニライブだけど。ライブもやる。ミニライブ。ああその、あの共感コミュニケーションの中でね。そうそう、野々宮歌えと私で、はい、もうこんなちっこいキーボード持ってってこうやって、うん、やるんです。まあそこもね、こちらに共感的コミュニケーション、これ検索はこのワードで。ぜひ皆さん来てください。楽しくなります。ということで今日は、はい、第3弾予告編。予告編。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。